の上の3名が乗務しております。操縦ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。皆様、ただいまから非常用設備をご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。離陸・着陸の時は座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。離陸・着陸の際、また座席にお座りの時はシートベルトを緩みのないようしっかりお締めください。外す場合には金具の片方を持ち上げてください。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。非常口は飛行機の左右両側にあります。お近くの非常口をお確かめください。脱出は乗務員の指示に従ってください。ジャンプして上体を起こし、バランスを取りながら滑ります。腕は前に伸ばして手を握ります。手荷物は一切持たないでください。救命衣は皆様の座席の下または横にあります。頭からかぶり、両側の金具を留め金にかけて締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を吹いてください。救命衣は脱出の際ドアの近くまたは翼の上で膨らませてください。お子様用の救命衣は客室乗務員がお配りします。必要なときはご案内いたします。安全のしおりが座席ポケットにありますのでご覧ください。何かご質問がありましたらお尋ねください。着陸後、客室乗務員がご案内するまで、すべての電子機器は電波を発する状態でのご使用が禁止されています。機内モードなど電波を発しない設定にするか、電源をお切りください。この便は全席禁煙です。通路、化粧室でのタバコは固くお断りいたします。